どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、私ね2021年マリオットボンボンホテルのプラチナステータスね防衛いたしましたので、今回の動画ではですね、マリオットボンボンホテルのプラチナステータスですね、プラチナチャレンジではなくてですね、年間50泊ですね達成するとですね、年間チョイス特典っていうのは選択ねすることができるようになりますので、今回の動画ではですね、この年間チョイス特典ね実際選択ねやっていきたいなというふうに思っておりますので、最近ね SPG アメックスね発行された方、今ね SPG アメックスね新規入会キャンペーンねパワーアップしておりまして、まあそれでね発行検討されている方、またですねマリオットボンボイのプラチナステータスですね50泊達成になりますけども、こちらね狙っている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、私はですね2021年10月10日にですねマリオットボンボイホテルの50泊ですね達成いたしました。まあ50泊ね達成させていただいたんですけども、2021年に関してはですね、ステータスね保有されている方には下駄履きっていうのがありましたよね。私はプラチナステータスだったんで25泊ね事前にもらえていて、まあプラスね25泊、まあ、させていただいたっていう感じなんですよね。まあこれ以外にもですね2021年ね4月の末ぐらいまでやってましたよね、宿泊実績2倍キャンペーン Q1 グローバルプロモーションですね、こちらがやっていた関係もありまして、まあ今年ねかなり簡単にね達成させていただいた感じになるんですよね。で2021年の10月10日にですね、この50泊ね、まあ、ゲタ履きと2倍キャンペーンとその他の宿泊で達成させていただいて、でですね、私のね、マリオットボンボイアプリのね、アクティビティは今こんな感じになっておりまして、今ね、55泊になってるんですよね。で、これは、50泊ね、達成して、その後にですね、SPG アメックスね、ありますよね。年会費の更新が、私ね、ちょうど8月なんですよね。ですんで、ちょうどね、この年会費の更新も重なって、年会費の更新特典の5泊分のね、宿泊実績がプラスされて、今ね55泊になっているっていう感じなんですよね。このプラチナステータスのね50泊達成して、まあ、10月10日に達成したわけなんですけども、このね年間チョイス特典のねこちらはメールでねマリオットボンボイからね送られてくるっていう風になっておりまして、そのメールがねこちらになるわけなんですけども、こちらが到着したのはですね2021年の10月の15日のね明け方ぐらいにねメールが届いているっていう風になりますんで、だいたいね50泊達成するとまあ5日間ぐらいでですね、この年間チョイス特典のねメールがマリオットボンボイからね送られてくるっていった形になるんですよね。選択肢がさらに充実、年間チョイス特典を選択しましょうということで、こんな感じのねメールがマリオットボンボイからね来るっていった形になっておりまして、下の方にですね特典を選択ってのがねあると思いますけども、こちらをクリックしていただくとマリオットボンボイのね公式サイトに飛んで、この年間チョイス特典っていうのをですね選択することができるっていった形になるんですよね。ということで、今からですね実際ねこの年間チョイス特典ですね選択ねしていきたいなと思います。で、この公式サイトはですね別にね特別なものでも何でもなくてですね、普通にねURL がありますんで誰でもね見ることはできるんですけども、まあ選択することができるのはですね、この50泊ね達成した方が選択ねすることができるっていった形になります。それはね実際にねやっていきたいと思います。それはですね、これにねスマートフォンの画面ね出しておきますね。こちら公式サイトね行っていただくと、ステイフォーモア、今年対象となる宿泊日数50泊を達成されますとマリオットボンボイ年間チョイス特典としていずれをお選びいただけますということで、このね50泊の宿泊実績ですね、こちらを達成すると年間チョイス特典ということで500分のエリートナイトクレジットを2021年の合計に加算、もしくはお気に入りのホテルブランドのベッドが 40% 割引、もしくはマリオットボンボイシルバーエリート会員を家族やご友人、ご同僚にプレゼント、もしくは5泊分のスイートナイトアワードを獲得し、スイート及びプレミアムルームへのアップグレードを交換、もしくは10月から新オプション追加ということで3つのチャリティーオプションいずれに100ドルの寄付っていった形になっておりまして、まあこのね5つからですね選ぶことができるっていった形になります。でですね、下の方にねまだ書いてあると思うんですけども、こちらはですね75泊以上ね宿泊していただくとチタンステータスっていうのになりますよね。チタンステータスになるとさらにね2つの特典が選択することができるっていった形になります。
それではね、実際に選択ね、していきたいと思います。このね、サインインってところをね、押していただきます。そうするとですね、ログインの方にね、行くと思いますので、ログインね、していきたいと思います。ということで、Welcome to Marriott Bonvoy ということで、こちら英語サイトになっておりますけども、こちらからね、ログインしていきます。それでは ID とパスワード入れました。サインインを押していきます。多分これね、アプリとかね、開けますみたいな画面出てると思うんですけど、これ開いたら多分ダメだと思うんですよね。はい、ということでログイン完了するとですね、お好きなチョイスをということで、お客様は今年対象となる宿泊日数50泊を達成されました、今すぐ以下の5つのオプションから年間チョイス特典をお選びくださいということで、あ、過去の選択記録を見るということで見れるんですね。私はね、2019年にプラチナステータスね、なったわけなんですけども、ここでね、スイートナイトアワードね、5泊ね、獲得したんですよね。これもちゃんと見れるようになってるんですね。へー、これは結構面白いですね。ではちょっと戻りましょう。ではですね、エリートナイトクレジット5泊分、これは宿泊実績ですね、ホテルベッド 40% 割引とエリート会員資格をご家族およご友人の方にプレゼント、あとスイートナイトアワード5泊分ということで、チャリティーにね、100ドルの寄付っていうのもあるみたいですね。それではね、私はスイートナイトアワードね、5泊分選択していきたいなと思います。ちょっとね、後でスイートナイトアワードのね、説明もね、知らない方もね、いらっしゃるかなと思いますので、解説ね、したいと思います。では、選択していきましょう。はい、5泊分のスイートナイトアワードを獲得ということで、利用方法とかもね、全部記載があるんですね。ここら辺もね、ちょっと後でね、解説していきたいなと思います。ではね、そのまま下の方に行ってね、獲得していきたいなと思います。こちらね、規約に同意がね、必要ということで、規約と、最終決定であることを理解しますということで、こちらで OK ですね。で、次へを押します。年間チョイス特典としてスイートナイトアワードが選択されましたということで、これも確認をしていきます。ということで、確定のお知らせということで、お客様の2021年の年間チョイス特典は5泊分のスイートナイトアワードですということで、確認画面がね、記載されております。で、有効期限はですね、2022年の12月31日までということで、今はね、2021年10月ということで、だいたいね、選択してから1年間ですね、有効期限があると、そういった感じになりますね。それでは次ですね、スイートナイトアワードの使い方とですね、その詳細についてなんですけども、まずね、このスイートナイトアワードの使い方に関してね、簡単に解説ね、したいと思います。こちらね、今画面が出てるのが、先日ね、お祭り騒ぎになった東京目視錦糸町の予約画面なんですけども、下の方にですね、ご予約内容っていうのがね、あると思うんですよね。その右側にですね、矢印があると思いますんで、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、予約内容がね、見れると思うんですけども、下の方にね、行っていただくと、ホテルのメッセージっていうことでズラズラズラってね、記載があると思うんですけども、その下にですね、申し訳ありませんが、スイートナイトアワードはこの予約に対してはご利用いただけませんっていうのがね、記載があると思うんですけども、これがですね、スイートナイトアワードっていう風になっておりまして、こちらね、利用できるとですね、こちらにスイートナイトアワードのリクエストを開始っていった形で画面が出るんですよね。で、画面が出てたらですね、そちらでリクエストをしていただいて、希望の客室、まあ希望のね、プレミアムルームかスイートルームね、希望してリクエストをね、出すっていった形になるんですよね。まあ利用方法はですね、至ってね、簡単だなっていう風になりますんで、まあこの手順だけね、覚えておいていただければなと思います。で、このスイートナイトアワード自体は利用できるホテルと利用できないホテルですね、決まっておりますので、で、またですね、この利用できるか利用できないかも、マリオットボンボイのデスクに電話していただければね、すぐ教えていただけるわけなんですけども、自分でね、調べようと思った場合は、予約した後にじゃないとですね、こちらはわからないっていう風になっておりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、スイートナイトアワードのね、詳細についてね、簡単に解説していきたいなと思います。リクエストしていただくとですね、お客様の滞在の5日前からスイートルーム、またはプレミアムルームの空室状況を調べてもらいます。これはホテルの方がですね、調べてもらって、空室があるかどうかをですね、チェックしていただきます。で、空室がある場合に関してはですね、必ずお部屋を用意しますということで、空いているのに使えないみたいな、まあそういったことは、一応ないって言った形になってるんですよね。で、確保がね、できた時点でメールでね、お知らせが来るって言った形になります。でですね、チェックインの到着5日前時点でですね、アップグレード対象、まあプレミアムルームと
スイートルームねあるわけなんですけども、まあ、そこからね自分で選んでいただいて、その対象の部屋がですね空きがなかった場合に関しては E メールがね来て、空いてませんでしたっていった形でね、スイートナイトアワードは利用できませんみたいな感じで、スイートナイトアワード自体も返却されるっていった形になります。ということで今回ですね、マリオットボンボーホテルのプラチナステータスね防衛いたしましたので、年間チョイス特典ね実際に選択させていただきました。個人的にはですね、プラチナステータスのこの年間チョイス特典に関してはチタンステータスっていう75泊をね狙っている方は宿泊実績5泊分ね選んだ方がいいと思うんですけども、プラチナステータスでもうそれ以上ね目指さないっていう方に関してはですね、スイートナイトアワードね5泊分がいいのではないのかなと思います。やはりですね、このスイートナイトアワードっていうのは事前にリクエストして、それがね通ればですね確実にスイートルームにね宿泊することができるっていう風になっておりますんで、しかもこれがね現金決済でもポイント宿泊時でもね利用することができるっていう風になっておりますんで、やっぱりねすごいですよね。私もね2019年からプラチナステータスになってて、一応スイートルームはね対象のステータスにはなってるわけなんですけども、まあ、実際スイートルームにアップグレード、無料アップグレードでね入れてるかっていうと、本当にジュニアスイートを含めても横浜、ウェスティン、京都、あとハワイのモアのサーフライダー、本当にこれぐらいだと思うんですよね。まあ、それ以外に多分ねスイートルームっていうのは無料アップグレードでね入れてもらえたってことがありませんので、やっぱりねなかなか厳しいんですよね。まあ、ちょっとねニューヨークの JW マリオットはあれはジュニアスイートだったのかもしれないんですけども、まあいずれにしてもですね、この無料アップグレードでスイートルームに入れてもらえるっていうのは、まあなかなかですね、まあどういった基準なのかねちょっとわかんないんですけども、まあ個人的にはねそこまである話ではないかなっていうふうに思いますので、スイートナイトアワードっていうのはリクエストでそれが通ればねもう 100% スイートルームに入れてもらえるっていうふうになりますんで、やっぱりねこの年間チョイス特典のねこのスイートナイトアワードっていうのは個人的にはねかなりすごいなっていうふうに思いますかね。これがね国内だけではなく海外でも利用できるっていうのはね、このマリオットボンボーホテルのねロイヤリティプログラムのね一つの強みなのではないのかなっていうふうに思うんですよね。やはりね私もねこのスイートナイトアワードね今回取りましたけども、ニューヨークでねちょっと利用したいですよね。ちょっと JW マリオットのスイートルームとかそういったところでねちょっと利用したいですよね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとモモホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。